中村家の快適岡山生活始まるよ。最近運動してる？実は毎日歩いてるよ。私も始めたいけどな、なかなかね。私はこれ岡山市のハレ活やってるんだ。歩くだけでポイントもたまるし楽しいよ。いいね、ちょっと調べてくる。専用アプリで楽しみながら健康になれる岡山ハレ活プロジェクト、この夏で1周年を迎えました。ハレ活とは何でしょうか？はい、スマホアプリを使い日常生活の中で楽しく健康になれるプロジェクトです。運動や食生活などに関する活動でポイントがたまり、お得な抽選会に参加できます。昨年8月から開始し、ダウンロード数は1万6000件を突破しました。たくさんの方が使っているんですね。私も始めてみたいです。まずこちらのアプリケンコムをダウンロードして登録してください。できました。では早速ポイントを貯めましょう。例えば運動、1日4000歩歩くと1ポイントがもらえます。運動だけでなく、指定のお店での食事や文化施設の利用、イベント参加でもポイントが貯まりますよ。対象となるお店などはどうやって調べたらいいですか？アプリの中のお出かけマップを使うと GPS 機能で簡単に探せます。ポイントがもらえる場所たくさんありますね。例えばこの周辺だと幸町図書館の利用で1ポイントもらえます。案内を開始を押すとルート案内もできます。便利ですね。いろいろ行ってみたくなります。こちらのお店ではバランスのいい食事をとることでポイントがたまるんですよね。注文して二次元コードを読み取るとポイント獲得です。簡単ですね。それに美味しそうです。運動や食事はもちろん、イベントへの参加などハレ活を通じて社会とのつながりを作り、心身ともに健康になっていただけたらと思います。イベントにはどんなものがありますか？例えば10月にはハレ町通りを歩いてポイントがたまるハレ町ウォークを開催予定。イベント情報はアプリでもお知らせします。ああ、アプリを操作していたら可愛い子が出てきました。この子は？こちらはエアモ。健康に関するミッションをクリアすると育成ゲームのように進化するんです。エアモと一緒なら私も頑張れそうです。ポイントを貯めて応募すると毎月抽選で素敵な商品が当たります。詳しくは公式ホームページをご覧ください。岡山ハレ活プロジェクトで楽しくお得に健康にハレ活。小さな行動を楽しく積み重ね、気づけば心身ともに健康に。まず一歩から。